山本周五郎作。我が野鳥たち私の仕事場は丘の上にあり山葡萄と呼ばれるエビズルソやノイバラや山いちご、ゴ桑みかんや夏みかん、ンアケビ野生のイチジクなどかなり多くの果実がなるそのためだろうか 四季を通じててな野鳥がやってくる。私はあまりそういう方面の知識がないので正確だと保証することはできないがおよそのところを記すとうぐいすおながこるりきせきれいこじゅけいめじろほうじろつぐみかけすあおじひたき そしてそれらを襲う超ョウなどであるおながとつぐみとは親しいつきあいだ仕事場はガラス戸しか閉めないのでいつも外からは見通しなのだが本を読むか下手な原稿を書いているとガラス戸をコツコツたたく音がする私はよく表に情をかけて仕事をするので 著者の若い人たちは庭から訪れることがある「見つかったか」と思って目を上げると某者の人がニヤニヤしているので朗媒するがそうでない時はお長かつぐみの訪問なのだ春はおがであり秋から冬にかけてはつぐみである我が仕事部屋にはしばしば優雅なる女性の客があるが つぐみの訪問していることを告げたところそのうちの一人の女性はいそいそとし「焼き鳥にして食べてしまいましょうよ」と無きになっていったまたもう一人の女性はガラス戸に止まっているおながを見せた途端「あした私網を持ってきて捕まえてやる」と宣言した「鳥には羽があるんだぜ」と言いながら私は「これからは決して彼ら」 または彼女たちの訪問を女性には知らせまいと心の中で誓った経営者の K 君の説によるとお長は人懐っこい鳥だそうである飼いやすいし人によくなれいろいろふざけたこともしてみせるそうだ K 君は実際に飼っているのだそうでこちらに反論のしようはないが 私のところのガラス戸に訪れてくるのを見てもそれが誇張でないことはおよそ理解することができたそれが彼であるか彼女であるか私には判別ができないけれどもここでは彼として私の仕事部屋へ来るとガラス戸の外の山に泊まりコツコツとくちばしでガラス戸をたたく。 私は某社の記者でないことにほっとしペンを置いて問いかける。何か用かいと私は言う。恋人が欲しいんならここにはいないよ。よそを探すんだな。道に迷ったのかと別の時は言う。君はどこへ行きたいんだお長ガは私を見左を見右を見る。 少しも落ち着かずガラス戸をたたいたり上下左右に警戒の目を怠らない私はため息をつく道に迷っているのは俺自身だと私は両手で目を覆いながら思う道に迷ったとんでもない道に迷い込んだとそんなことを思っているのが通じるかどうか お長鳥は道ぶ深げに私を眺めそれから庭隅の藪へ飛び去るのであった道ぶ深げにというのはもちろん私のその時の心理状態によるので時には小十とのような意地悪い目つきで「いい君だせっかくじたバタしろ」とか「お前さん謎はもうお釈迦だ」 人間は引き際が大事なんだぜなどとあざけり笑うように感じられる時もあるどうにかしてくれないかと心から呼びかけたことがある俺をどこかへ連れてってくれないか俺はもう高子さんだよどんなに親しい友人にも言えないことを 相手が人事を介さない鳥だから言えるのであろうお長にはそういうところがあると思われるのだがつぐみは忙しそうで少しもおっとりしたところがなくガラス戸を叩いてすぐに藪の方へ行ったりまた戻ってきてガラス戸の山に止まったりするだけでこっちの話しかけにはちっとも相手にならない。なぜそんなにちょこまかするんだ とあるとき私は言った。どうせ一生は一生だぜ。もう少し落ち着けよ。落ち着かなければならないのは私自身なのだ。一生は一生。私にも人生を二度生きることはできない。この一生を精一杯生きろという呼びかけであり、考えてみると。 自分自身に対する呼びかけだということに気がつくのである「うぐいす」については所見がよくご存じであろう「正月の中旬頃から泣きだすが幼稚園児のように清純でむちでうぐいすらしい泣き方ができない」「恥ずかしそうにおっおっキョキョなどと泣き恥ずかしそうに黙り しばらくすると遠慮がちに同じような鳴き方をし決まり悪そうに黙るそうしてようやくうぐいすらしい鳴き方ができるようになるとどこか行ってしまうのである今はた滝の訪問が多い色華やかな羽毛はその小さな体育には似合わない鳴き声も繊細で美しい この間写真家の秋山誠司が来た時ちょうど庭先の枯れた朝顔の支えだけの上に止まったので試みに聞いてみたところ彼はすぐに「日滝」だと言ったもっとも彼には日滝を飼っている友人があるので他の野鳥は分からなくともこの鳥だけは分かるはずであった「小樹形朝鮮うずら」というこの鳥は 家族制度を守っているらしい。しばしば庭に現れるが秋が繁殖なのだろうか母鳥が大抵23羽のヒナを連れて現れこまめに餌をついばむ父鳥は警戒役で休みなしに空の上や左右に注意を配っていて自分が餌をついばむことはほとんど見られない。 まことに身につまされるので男というものは鳥類でも同じなのだなと思い極めて親近感を抱くのだが「どういたしまして妻やひなを帰らせたあとだろうと思うが仕事場の向こうにあるぼさぼさしたやぶへやってきて表現しようのない奇怪な声で私をからかうように叫び出す」。 もずと「いざこざの続いたことは前に一度どこかに書いた」「その時の経験で彼らには構わない方がいい」「相手になると面白がっていつまでもからかうがこちらが黙殺し何にも聞こえないというふりをしているとおそらく面白くもなし張り合いもなくなるだろう」「しばらく知らん顔をしているとつまらなそうに飛び去ってしまう」 人生にもよくこういうことがあるものだなどと言うつもりはない私は単純に我が庭へ訪問してくる野鳥たちがあること彼らにはそれぞれの個性があり鳴き方や飛び方も一様ではなく季節や天候の移り変わりを見せてくれるということだけを記したかったのである超原坊という凶悪な鳥については またのきかいにかいてみたい。